大丈夫かな。これでひっくり返して終わりだな。これでひっくり返して終わりなの。あ、いやこれ沈むばっかすぎでしょ。すごいね、なんかひっついてるよ。もうすぐ落ちる。パターンです。すごい、すごい楽な感じ。ちょっと左寄せでなんか違うことやって、横に立たないかな。お、立った。押しが強いんでやってみますか。あー微妙だな。いけるはず。いけなかった。あーどうなるでしょうか。あったね、うん、裏重心でした。ここにじゃあ右寄せで、うん、適当になんか変わるでしょう。勝つのか当てはめみたいになるか。勝った、それポチタの鳴き声。コナだった気がする。コナだったね。これ奥に立つと嬉しいな。うるせえ。うわ倒れちゃった。意外と倒れちゃうんだよね、なんかね。中のポチタひっくり返ってるからかな。いやあんま関係ない。関係ない。やばい、素晴らしい形ができた。もう次で落ちるで。本当全然想像つかない。これは斜め、なんでここから落ちる。そういう説明は、あの動いてる。これは斜めはめっていう形で、なんか打ってるな、喋る。喋るタイミングを考えてる。めっちゃ被ってる。そしてずれたら、あ、どうかな、ずれちゃったよ。ダメだ。集中力をそがれた。うん、多少。多少。多少ごめんね。この場合でもこれさ、あのアームがあの隙間に刺さっちゃうとダメなんだよね。押しが強いから。だからギリギリで寄せたいんだけど、うん、まあ、これは逆、あ、いった。これはいったっしょ。これはいい。これはいけるはずだ。裏重心で回る。あ、回んなかった？今度はまあ右寄せで、一気に振って落としたい。できれば右アームを下降停止させたいんだけど、これは奥行き過ぎたかな。うん、行き過ぎた。奥行き過ぎてて、下からだとあんまり誘導しないんだけど、うん。でもあとちょっとだね。あと一回か。右寄せで、右アーム奥で加工してるし、うん、したい。したいけど、どうだ。あー惜しい。少しずつだ。これだとダメだと思うよ。うん、これだとダメだけど、まあ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 、地道に進んでるね。寄せは甘めでいいと思う。あとは右手でバー停止できればいいんだけどね。なんかさっきはうまくいかない。いや、いい。あーでもちょっと下がりすぎた。押し強すぎるね。でも、落ちなかったか。ちょっと残ってる。ちょっと押しが強すぎるんだよね。うん。もう少し上で止まってくれてたら多分今落ちてたな。あ、今度は両アームかと落としちゃった。どうだ。でも落ちるかな。あ、落ちた。さすがさ。憧れは止められねえんだ。で、力だよ。中の一つ。あ、中の一つだよ。ここからはギーゴなのでいつも通りアフレコをさせていただきたいと思います。で、A から A バージョンの方からなんですけど、フラッピーパフィーは結構中身が動くことが多いので、左寄せから入っていますが、パターンとなるだけで動きませんでした。おそらく真ん中から左寄りに重心が偏っていたのではないかと思ったので、軽いと思われる右側を寄せていったら、転がってしまいました。おそらく左爪で支えが入ったことで、右下に重心が動いたんじゃないかなと思ったので、左寄せで、まあ下側が沈んでいるということで、右に起こしやすいだなと思ったので、左寄せで右側に起こしていきました。思惑通り、横に斜めはめの形を作ることができたので、奥を右寄せで回していきたいと思います。で、綺麗に回ってくれて、ほぼほぼ端の間に入ってくれました。なので、あとは寄せ甘めで、奥を
触ってあげれば落とすことができるはずです。と思ったんですけど、角度がついてしまいました。で、ギリギリ粘られている状態なので、あとは左奥を触ってあげて、下の角を外してあげれば、今度こそ、ゲットすることができました。続いては隣の台に移ってきて、B バージョンの方をやっていきます。端幅はほぼほぼ同じぐらいです。で、ちょっとさっき左寄せで動きがなかったので、試しに右から入ってみました。でちょっとパワーを感じはしないんですけど、まあスライドするような形で動かすことができたので、今度は左奥を進めていきたいと思います。でちょっとこっちの台の方がパワーがないのか重いのか、あまり動きがなかったので、少し時間がかかるかなとこの時点で予想しています。とりあえず縦はめの形を作っていきたいので、奥を進めていくんですけど、まあ、ここまでの動きを見る限りパワーがないだけで手前重心かなという感じです。中身が動くと思ってまあプレイしていたんですけど、まあ、実際はこれ中身が完全に固定されているパターン で、まあ、ちょっとそこは予想外だったんですけど、まあこうやって手前が沈んでしまえば中身が動くことは、あまり関係がなくなります。ただ経験上普通の縦はめをする分にはいいんですけど、その縦はめで全く動きがなくなった時に、手前を狙ったりとかする時には中身が動く箱に関してはかなり厄介になるので、そこは注意が必要かなと思います。で、ここは、設置してしまっていて、で手前のはまりはあまり深くなっていないんですよね。で、ここからこのパワーでどれだけ沈めることができるのかなというところで結構不安になる、パターンだったんですけど、一応まあ寄せ方変えたりしていなくいると少しずつ動いてくれています。なので、地道に進めていけばなんとかなるかなという感じで、縦はめを継続していきます。動きは少ないんですけど、まあ、左下に隙間ができたので、今度は右寄せをしていくんですけど、結構本体のねじれが、大きくて、まあ、左奥バーに停止してしまったりとかしています。左下に隙間があるので、右寄せを継続していきます。若干寄せは甘めにしています。そしたら、少し動いてくれて進んできました。だいぶ手前のハマりが、深くなってきているので繰り返していきます。ついに、大きく動いてくれたので今度は右寄せしていって、そろそろ落ちてもいいんじゃないかと思っているんですけど、なかなか落ちてくれません。で、奥を払っても、なかなか動きがなくなってきたなというところなので、箱に斜めの角度がついているところで、手前を持ち上げてみて反動で外れてくれないかということを試していきます。基本的に箱に角度がついているときはこの反動が結構有効だったりして、使えることが多いと思います。ちょっと狙いどころが悪かったので思い切ってなるべく奥側を狙っていきます。失敗するのが怖いんですけど、まあ、ここはギリギリいいところに爪を入れることができて、少し奥にずらして落とすことができました。少し取り方に工夫は必要なんですけど、まあ、ギーゴでもコタチューさんと同じぐらいで取ることができました。